入屋朝顔祭りは、毎年、七夕の季節に、東京都台東区下屋の入屋岸も神とその界隈で、開催される朝顔祭り。入屋岸も神の境内とその付近の歩道で、開催される朝顔祭りで、市の期間中に、お参りすると朝顔の増加がついた子育てお守りが、もらえるという、およそ12万八の朝顔が並べられる。江戸時代の後期から行われていたが、 1948年に復活し、現在は復活から60年以上の歴史がある。イリアの朝顔市海江から安政期にかけて大ブームとなった朝顔は明治に入ると一旦は衰えたが、明治15年頃から大正初めにかけてイリア田んぼと言われた一帯に住んでいた植木屋によって広く栽培されるようになった。坂本村イリアと言われた一帯にはマルシン、 松本、高野、植松、入股、入り入球、新亀などの植木屋がの木を並べ、大輪のものや変わり種を栽培し人気を集めた。前世紀の24年から25年頃には、早朝から往来止めとなるほどの賑わいを見せていた。30年代には、団子坂の菊人形を真似て、朝顔人形が登場したが、通俗的で悪評だった。入谷土産、 食と書かれた紙片には、ひざまずいて、八りの朝顔を見る、着物姿の若い女性が描かれている。入リ屋の朝顔は、昔も今も、有名なる見物なりしが近頃は、俗決まる人形を作り観覧に京を天るに、いたりしかはますます森に繁盛すと、記載あり。清水清風著、東京名物百人一首明治四十年八月、入リ屋の朝顔しより、 抜粋1913年、東京市は都市化の進展などのために中止し、1948年に復活した。第二次大戦後の再開以来、開催が中止されたのは、東日本大震災のために1回、新型コロナウイルス感染拡大防止のために2回、合わせて3回。ありがとうございます。